お前から来てくれるとは思わなかったよ。また会えてよかった。ドナルドとグーフィーはどうしたんだ？まだそんなことを言ってるのか。そんなに仲間が大切か。お前が探してるのはあの二人か、それとも。カイリー、見ろ、お前が遊んでる間に俺はカイリーを見つけたぞ。おっと、俺の船で勝手な行動は慎んでくれ。リック、お前なんでこんな奴らと一緒にいるんだ？俺はハートレスを操る力を手に入れた。もう恐れるものは何もない。ハートレスは危険な力だ。心を飲み込まれるぞ。それは心が弱い奴だけさ、リック。この力でいろんなことができるようになった。こんなこともな。大切な仲間に会わせてやるよ。船はまだ出せないのか。向こうへ着くまで空を帰りに近づけさせるなよ。あんなガキがこの俺に命令とは。どうします、フック船長。放っておけ。どうせ船の中にはハートレスがうようよしとる。奴らにでも見張らせとけ。でも船長、あそこにあいつも。シッ、今音がしなかったか、あの恐ろしい。いえ、何も。本当に本当、気のせいか。ああ、やだやだ。カイリが？うん、確かにカイリだった。ようやく会えたんだ。そうか。それじゃあもう一度会いに行こう。あ、さっさ立ち上がろう。早く立って。あ、悪い。ここから出るんだろ。手伝ってやろうか。誰だい？君らだけじゃまず無理だろうね。もう。そうかい。じゃあどうぞご自由に。そういう自分も捕まったんじゃないの？僕は待ってるだけさ。誰を？遅かったじゃないか、ティンカーベル。そうか、そこにウェンディがいるんだな。もう一人？もう一人女の子がいるのかい？何言ってるんだ、ダメだよ。ウェンディは大切な人なんだから。はは、気持ちやってくれ。おい、ティン君、扉を開けてくれよ。僕はピーターパン。俺、ソラ。いいか、一緒に行くのはウェンディを助けるまでだ。これでもか。どうしようかな。
どうして空を飛べるの？誰だって飛べるさ。試してみるかい？ティンク、そろそろ機嫌直せよ。妖精の粉をかけるんだ。さ、これで飛べるはずだ。すると何か？ウェンディはプリンセスじゃないってのか？マレフィセントから聞いただろう。選ばれた7人だけがプリンセスなんだ。船の整備が終わり次第出発する。関係のないものは置いていく。せっかく捕まえたってのに、なんでその7人なんだ？マレフィセントは何をしよってんだ？さあな。俺はカイリの心を取り戻す方法さえ見つかればそれでいい。ご苦労なこった。あの娘の心はハートレスに食われちまったんだ。心を取り戻すなんて無理だろうな。カイリの心は食われたりしていない。フック船長。なんだ？やつらやっぱり逃げ出しました。ピーターパンのやつも一緒です。ピーターパンめ。いいか、スミ、人質を船長室に連れてこい。今すぐにだ。どうした、ピンク？ピーター？ピーターパンなの？ウェンディ！急いで、海賊たちが部屋の外に。なんだって？よし、すぐ行くから待ってて。
ウェンディ。誰？そこにもう一人女の子がいる。え？ええ、だけど全然目を覚まさないの。ずっと眠っているみたいに。カイリ、カイリ。待てよ、リク。
行け。ウェンディ、うるさい、邪魔をするな。ソラ、悪いけど僕はここまでだ。ウェンディを逃がさないと。小僧の親友は冷たい奴だな。お嬢さんを連れてさっさと消えちまった。どこだ、リクはどこに行った。廃墟ホローバスティオン、今は魔女マレフィセントの城さ。ま、お前たちにはたどり着けないがね。あ、それともこのちっこいのを見捨てて後を追いかけるかね。キーブレードを差し出すなら命は助けよう。これはハートレスと違って情け深い人間だからな。さ、どっちを選ぶかね。キーブレードか板か。お、俺の左手を食ったあのワニだ。まだ俺を狙ってやがる。冗談じゃない、こんなところにいられるか。すみ、あとはお前たちでやっておけ。いい、来るな、あっち行け。
信じるんだ。君は飛べる。君はティンクのことを見捨てなかった。その君を見捨てるわけにはいかないだろう。罪か。ガキどもを始末したのか。はい、船長。全員海に投げ込んでやりました。ピーターパン！貴様！全員海に投げ込みましたよ、船長。残るはフック船長。お前だけだ。とどめだ。
小僧の死
ね。カイリの目が覚めなかったのは心がもう…ソラ、俺、空を飛んだ。すごいよな、空を飛んだんだ。カイリに話したら信じてくれるかな。もう一度ネバーランドに来いよ。今度は二人で飛ぶのさ。信じることができれば空だって飛べるんだ。俺、信じてる。絶対カイリに会える。空を飛んだことだけじゃない、島を出てからのこと全部話せるって。ティンク、大時計？大時計に何かあるのか？船も使わずにあの子を連れてくるとは無茶をしたね。闇の力に頼りすぎると心を闇に食われてしまうよ。生き残りさ。住んでいた世界が消えても心を失わない者もいる。プリンセスを追い求める心の力でここまでたどり着いたようだね。でも安心をし、所詮お前の敵じゃない。
お前には力があるんだ。力？そう、お前自身が気づいていない力さ。さあ、リク、教えてあげるよ。お前の本当の力を。ピーター、ネバーランドに帰ってしまうの？でもね、ウェンディ、僕らはいつでも会える。君がネバーランドを忘れない限りね。ティンクのやつ、またへそを曲げたな。仕方ない。ソラ、しばらく面倒を見てやってよ。え？